こんばんは。今日は冬型のお天気、日本海側ほど雨や雪が降りやすく、太平洋側では日差しの届いたところが多くなりました。それでは明日のお天気がどうなっていくのか確認していきましょう。明日のお天気アイコンです。明日も冬型の天気は続きそうです。まずは沖縄ですが、那覇では日差しが届いて穏やかな空、ただひんやりとした体感となりそうです。西日本から北日本にかけて太平洋側ほど日差しの届くところが多くなります。ただ基本は、気温は低め、明日も暖かくしてお過ごしください。日本海側、金沢では雨や雪のアイコン、こちらでは明日も傘が必須です。札幌では晴れも、日差しも届きますが雪のタイミングもありそうです。空の変化に気をつけてお過ごしください。以上、明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。